メインファサードポルチコマリア2世国立劇場はポルトガルリスボンにある劇場。ロシオ広場に面したポルトガルでも一流の劇場である。劇場は1450年に建てられた古いエスタウス、宮殿のあった場所に建てられた。エスタウス宮は迎賓館の役割を担っていたが16世紀に入りポルトガルが異端新聞の熱に飲み込まれると宮殿は 宗教裁判所が設置された。エスタウスは1755年のリスボン地震で倒壊を免れたものの、1836年の火事で全焼した。ロマン派の詩人で劇作家でもあるアルメーダ・ガレットの功績に社員を示し、女王マリア2世により、宮殿跡地が新しい劇場のために提供された。 建設は1842年から1846年まで行われ、イタリア人建築家ホルトゥナートローディによるネオクラシカル様式の劇場が完成した。劇場の建物はディスボンに影響をもたらしたパラディアン建築の恒例である。ファサードの主な姿は6つのヨニア式円柱のあるポルチコである。ハフのティンパルムは アポロンとミューズの彫刻レリーフで装飾されている。ペディメントにはルネサンス期の劇作家でポルトガル演劇の祖と言われるジルビセンテの像が立つ。皮肉なことにビセンテの作品には16世紀後半の異端神門を題材にしたものがある。劇場内部には多くの重要な19世紀ポルトガル芸術家の作品で飾られていたが、 これらの多くは1964年の火事で消失してしまった。劇場は完全に修復され、1978年に再度落成された。ありがとうございます。